GSLV-3 は、インド宇宙研究機関が開発した、静止衛星打ち上げ用のロケットである。大型衛星の静止軌道投入において他国への依存から脱却するために開発された。GSLV 魔界は、技術的には、GSLV ムキー及び、2の後継機であるが、派生型ではなく、全てを新たに開発したロケットである。 静止線域軌道へ 4000kg、低周回軌道へ 8000kg の打ち上げ能力を持つ。GSLV m ーク k i の初打ち上げは、2014年4月に上段を使用しない弾道飛行試験として、将来の有人カプセルの再突入試験を行う予定とされていたが、その後弾道試験が2014年末、軌道飛行は2016年に予定が再設定された。 2014年12月18日、サティッシュダワン宇宙センターから、初打上げを行い、弾道飛行試験に成功した。衛星軌道への打ち上げはそれから、さらに延期されて2017年6月5日に行われ、初成功した。2019年7月22日、初のミッションとして、インド発の月面着陸を目指す月探査機、チャンドラヤーン2号を搭載しサティッシュ。 ダワン宇宙センターより打ち上げられ、これに成功した。GSLV 魔界に使用される個体ロケットブースターとしては、207トンの推進薬を充填した S200 が2機使用される。S200 は直径3.2メートル、全長25メートルで、燃焼時間は130秒間、離章時に2機で、合計 9316KN の水力を生み出す。 2014年時点で世界で4番目に大きな個体ロケットブースターとなっている。第2弾には直径4メートルで110トンの液体推進剤を搭載する最着火可能な L110 液体燃料ロケットが使用される。L110 はインド製としては初のクラスター設計の液体燃料ロケットエンジンで2機で 1598KN の 水力増強型の2機のビカースエンジンを使用する。水力増強型のビカースエンジンは再生冷却を採用し、積載重量と肥水力を従来のロケットよりも高めている。L110 はこれまでイスラで開発されたエンジンを搭載した最も大型の液体燃料ロケットである。3段目となる上段には25トンの液体酸素と液体水素を搭載する。 極低音液体ロケットエンジン CE-20 を備えた C-25 が使用される。C-25 は直径4メートル、全長8.2メートルで、水力20トンの性能を持つ。ペイロードフェアリングは直径5メートルの複合材性で、ペイロードを収納する部分の容積は110立方メートルである。GSLVM3 は、 固体ロケットブースター S200 に点火して上昇し、第2弾 L110 は打ち上げから120秒後に空中点火する。S200 は153秒後に分離され、以後は L110 のみで上昇を続ける。2007年に風洞実験が完了し、ロケットの空力弾性試験を開始した。ロケットの使用の更新が完了した。 S200 個体燃料補助ロケットの試験は2010年1月に成功した。2010年9月にはマヘンドラギリの液体推進システムセンターの試験施設で L110 の地上試験を行い200秒の燃焼試験に成功した。500近い項目が試験中に監視され収集された初期のデータは初期の性能を示した。ありがとうございます。